こんにちは、手作り倉庫ですセリアに行きましたら差し込み状というのが売ってましてこのカチャッとはめるこの金具なんですけどもあらまあこんないいものが売ってるわと思ってこれで、まあ、小さめだもんですからあんまり大きなバッグは作れないんですけれどもスマホとかの小さめのポシェットを作ります。まず表布ですけども こ,れは裏こ,こちらが今これ裏の布なんですけどこれ表の布なんですけどもちょっとまあスマホ入れるので少し丈夫にしたかったのでシーム張りましたそしてこちらが蓋の蓋用の布ですねこ,れこちらの長い方にこう丸みをつけます。 そしてこの差し込み条ですけども、これも小さなあのネジが入っているもんですから、こうして磁石にくっつけておきました。それからこれもセリアの百円の持ち手ですね。これをまずバックの方後ろの方にこの縦型のファスナーをつけたんですけども、まあこれは参考ですので、まあ一応布の 大きさの参考も書いておきます。これはまあ付ける付けないは皆さんのお好みでやってください。最初にこの持ち手持ち手についているこのリーカンですね。リーカンの幅に合わせて布を縫います。これを幅の2倍の布ですねこれ。そして両側を折ってステッチをかけます。ですからこの中縫いしてないですね。両折りしてないんですね。 端を縫ってるだけなんです。そして内側に入れて、そしてこうしてセットしておきます。これであの脇のところの縫い目のところにつくもんですから、薄くしました。そしてこの蓋の部分蓋の部分なんですけども、下の方蓋になる方ですね。これを丸くカットします。このカットもまあ好きなように。何かを使ってこうして丸くしてもいいし、このまま四角い方が好きだわ。という人は四角いままでもいいですね。 そして裏の布も同じようにきれいにカットしておきます。そして中縫いですね中表にしてそしてぐるっと縫いますね。これ上側は縫ってないですね。そして縫いましたらこのカーブのところを細かく切り込みを入れます。全部これ入れました。丸いとこころ全部入れましした。そしてこの時に、 ここでちょっと確認なんですけども差し込み状の上になる部分上の方の差し込む方ですね差し込む方をちょっとここで入れてみますこんな風に入れていますこの時に入らないとちょっと困るんですねあまり分厚い布の,のジーンズとかでやって作ってそして入らないとちょっと困るのでここで確認してくださいそして裏返したらステッチをかけますけどもこの時にまあちょっと 裏の布を少し引っ張り加減にステッチかけるんですね。こんな風です。ちょっとだけこう引っ張ってます。そうするとかぶせた時にひっくり返らないですね。ふんわりとこうちゃんとこうふんわりかぶる感じになると思います。ほんの少しですけど。そして、表布と表布の裏布と裏布同士を3箇所上を開けて上ですね。これ今、今上を開けて3箇所縫います。 細長いバッグだもんですから上側を開けてねそした縫ったらこうしてアイロンで縫い代をきれいに割りましたそうしましたらこれ 2cm なもんですからこうして縫ってからこうして合わせて 2cm を縫いました。 四箇所ですね。表の布の底と裏の布の底を二センチのマチを縫いました。そして余分なところをカットします。裏の方もカットします。そしたらここで初めてこの表の布の前側、これ前側なんですね。前側のところに差し込み状の受けの方。 受けになる方を取り付けしますこういう形状のものですねこれ昔カバンによく使ってあったんですけどもすごく懐かしいんですけどこれを上から6センチ一応まあこの寸法でやってみてるんですけども上から6センチのところにこの差し込みの金具が付くようにしましたまあ、この寸法でやっていただける方でしたらまあこれでいいかなと思うんですけども そそしてその印ですね、この差し込むこの爪爪の印のところをこうしてリッパーでひょんと穴を開けるんですけどもこの時にこの金具より小さめちょっと窮屈ぐらいの穴の方がいいですねこれぐらぐらしますので,でこうして差し込むならこの時にしっかり寸法が中心になってるか上から 6cm なのかこのこの差し込む部分ですね。 それをちょっと気をつけますそして裏の座金裏の金具ですね裏につける金具これ同じ形状になってますので同じ方形状の裏に取り付けしますそしてこれ爪を中側に折りますそしてしっかり折っておきます そしてここでもう一度寸法を見ますね。しっかり寸法が出てるかこの、確かめておきますね。ここでで、ったらまだ治りままだりすす。の確かめておきますそうしましたら先ほど塗った蓋部分蓋部分をこの本体のこれ,これがバッグですね後ろになってますけども後ろのところにこうして表と表を合わせてそして仮,仮止めしますね仮付けするんですね。 この中心、後ろの中心のところにこの蓋の部分を仮付けします。じこの時にこうしてこうなりますよね。イメージができますよね。こういう風になっているんですけども、これがまあ、あんまり窮屈だと変ですよね。上に縫い代は1センチついてますので、もう少し下がってくるんですけどもまあ、厚みがありますので、少し余裕が持たせてあります。そしたら先ほど縫ったこの d カン用の布。 リーカン用の布をこうして両側の縫い代の上にちょうど中心のところですね中心のところに合わせてそして仮止めしますこれ仮止めしましたそうしましたら裏の布と表の布を裏の袋と表の袋をこうして中表にしてそして縫いますこの時今これ手前はこの蓋のついてる方ですね後ろ側のところここを開け口をします これ蓋なんですけど、蓋のところを少し5センチぐらい開け口を取って、そして周りをぐるっと縫います。そうしました表に返します。ちょっと窮屈なんですけどね。返せるないことないですね。一生懸命、よいしょよしょと返してください。こんな風になってます。 そこの開け口を綺麗に整えて、そして前のこの部分、そこをぐるっとステッチで押さえます。これを綺麗にステッチしますね。ステッチしました。トップステッチ。そしたら最後にこの金具をつけるんですけども、蓋側の中心部分を決めます。この時に受けの方の金具とこう合うように決めますね。そして、 これ差し込んでこの穴のところ穴のところにこうして鉛筆か何かで印をしてここを目打ちでぐさっと穴を開けるんですね。でこれ一生懸命目打ちで穴を開けるんですけどもこれだけではちょっとこの金具が通らないんですね。であの打金具って言うんですかねパンチのようなものがある人はそれでまあ、大きく大きくなりすぎないように穴を開けるんですけどもまあ ないことを想定してこうしてリッパーとかで中の糸を切ってこのこの金具ですね打ち込む金具の長い方ですけどこれ後ろ裏からくる長い方なんですけどそれがスッと入るような大きさまで穴をきれいに整えます。そしして上下間違いないようにこのの差し込み側の 金具を入れて、そして今のこの長い方が下側です。下側から来ますね。長い方が下側から来て、この短い方が上にパチッとこれはまるんですけど、パチッとはめました。こんな風になります。あのセリアの買ったとこ買ったものの中にも説明が書いてますので、それもまあ読んでみてください。そうしましたら、ちょっとこう下が硬いものになっているんですけども鉄なんで。 ですけどもこれ分賃なんですがそれの上にのせてちょっと柔らかい布でちょっと軽くポンポンって叩いてますこれ軽く叩いたらもうそれで結構はまってるんですねこれで,であとはもうちょっと本当に軽くこう整える感じでこれ動かなければもうこれで綺麗に入ってるんですねこれでできたんですけども この金具上の金具のところにこうして今指でこうしてますけどここにあの皮とか皮とかある人はここに差し込むといいですね。まあ今回はあのそういうものを買わないといけないものですからやめましたけども布を縫ってはちょっと無理なんですね厚みが。ですから革の薄い革とかの,あのがあればそれがまあちょっと持ち手になってこ,れこの錠前が外しやすいんですけども。 ある人はそれをつけてくださいまあ、こんなクールなおしゃれなスマホケースができました